はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。まあ前回は波動高校で外野手を作っていたところ、大丈夫博士にやられてしまったので、まあそれのねリベンジはまたいつかやるとして、今回はまたガチャですね。パワプロの日高野菜ガチャというのが来ておりまして、まあ10連、初回のみ SR 以上1枚確定とで、 SR の出現率も 1.5倍、 PSR の出現率もまあ2倍と、まあ、なかなかね、美味しい感じになっておりますので、こちらを引いていきたいと思います。で、下にキバとサイガとスバルがいるんですけれども、まあ、この中から1枚確定というわけではなくて、あくまでもこの3人は出現率がアップしてますよという、形になってます。じゃあ、早速ガチャの方に行きましょう。で、別にあのボックスは満帆だったとしても大丈夫なので、このまま特設プレミアムですね。初回10連 SR、まあ、1.5 倍だからね、まあ、もちろん2枚出てくれてもいいんですけれども、まあ、前回がね結構いい感じだったので今回はどうかなと思います。お、虹が来てる、いいね。グググからのポン、赤玉、赤背景、お、これは2個来てるし熱いね、最近熱いね。お、サイガだ。まあ、サイガはね、上限解放できるんで、全然いいですね。まあ、出現率もアップしてるって言ってたので。お、お、お、これは餌にできるね。しかも PR。おいサメちゃんか。使ったことないな。まあ、別にサイガが出たんでいいでしょう。意外に PR も多いっすね。お、結構出たね。SR がサイガと、サメちゃん。で、PR も1、2、3、4。4枚出てるので、まあ、なかなかいい感じですね。あ、サイガの普通の R も来てるじゃん。まあ、ここら辺は。でね、パワープロアプリの時はもうそのままポン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 ね、上限解放させてたんですけど、30% とかで。今回はね、ちょっと確実に行こうかなと思って、やってます。まあ、ちょっとイベキャラの方を見ていくと、強化ですね。これは入手順になってるんで、レア度順でいくと、一応ね、R プラゴを作って、で、そこから PR に持ってって、で、PR のプラゴから、まあ、SR を鍛えていくっていうやり方をやろうかなと。なので、守るくんとかって比較的入ってるんですけど、一応プラ3で止めておいて、R のプラゴで、レベルに上限解放する可能性があるんで、一応プラ3で止めておいて、あとはまあ1枚ずつ取ってあるといった感じですね。で、まあ SR が来たらまあそのまま SR は重ねていってるんですけれども、なのでまあ今回サイガは多分そのまま重ねちゃいます。で、友沢に関しては、そのまま重ねて、沢村もそのまま重ねてますね、 SR2 枚。なんで一応 PR を取っておいてあるのと、あと R まで取ってあります。で、ここでね PN とかね、作ればもうちょっとあれなんですけど、 PN を持っておく余裕もないし、 PN とかだったらもう餌にしちゃおうかなと、思ってるので、一応 R から作り始めて、まあ、確実に上限解放をやっていこうかなと思ってます。で、あとパワチャレの方ですね。パワチャレの方で今回はまあパワーヒッターを作ってホームランをどんどん打ってちょというような内容になっているんですけれども、まあ、パワチャレはねもうすでに結構進んでます。試合チケット残り8枚になってて、これまあいわゆるサクセス分と、まあ、普通にもらえる分だけでしかやってないの で、でコンプはねもう終わらせました。で、今回は、まあ、コンプの方で珍しくね、まあ、限定本塁打20本打てば SR マスコ先輩が手に入るので、まあ、これはねぜひやっておいた方がいいと思います。まあ、単純にホームラン20本打つっていうのは結構簡単だと思うので、まあ、マスコ先輩これで SR もらえるんだったら全然、美味しい企画だと思います。まあ、ホームラン多分、ちょっと分かんないですけど1試合平均、まあ、2本、まあ、たまに1本しか打てない時もあるけど、まあ、それくらいは打てると思うのでちょっとまあこれは分かんないですけど、まあ、そこまで難しくはないんじゃないかなと思います。じゃあ石澤組んでいきますか。 OK と、
うん、サイガプラス3とかになってるね。レベル40か、そうすると。いやただね、やっぱね、餌がないんですよね、餌が。全然餌が足んないっす。一応1人を35まで上げようとすると、だいたいゲドウ君、金ゲドウ君10枚必要なんですよね。これはどうにもならん。お、こいつ1球入魂なんて思ってたっけ。いやいや、対応できなかった。さあ次の投球投げました。これはいい当たりだ。でまあ、基本的にかわすと広角打法はみんなつけてるはずなんで、ちょっとよっぽどコツが変じゃなかった限りはついてるはずなんで。投げました。うわちょっと早かったか。じゃ切り込み隊長がついてる。投げた。打った。矢島バックしていった。これはヒットになります。大体打席は少なくとも3回も回ってきますよね。これはちょっと無理だな。投球これから2球目。あっと、いった。まあ4回回ってくれば2本は打てるかな。で3回だと、まあ、たまに1回しか打てないけど、ホームラン0本っていうのはまあそうそうないですね。基本的に1試合で1回くらいは打てるんで。いらねえ。あ、これはいるか。チャリンの方がいらないんですよね。で多分試合チケットは最初にもらえる12枚プラスサクセスを、まあ、2、3回やると、まあ、それなりに手に入るので、まあ、ホームラン20本は多分普通にやってればいけると思いますので、まあ、ぜひね、あの20本打って SR のマスコ先輩を手に入れていただければと思います。まあ、ただね、手に入れたところで自分の手札の中ではちょっと使い道が今のところ見出せないので、マスコ先輩はレベル1になってます。で一応他の人35まで、揃えて、カルドスか、カルドスも育ててないですね。で今回サメ島さんも来たんですけども、ちょっとサメ島さんも育ててる余裕はないので、このまま放置ですね。まだミキサーガチャが実装されてないので、まあ、ミキサーいつか投入されるのかな。まあ、そしたらミキサー行きになっちゃうかな、サメ島さんとか。ちょっと分かんないですけど。であと持ち物の方でチケットですね。チケットはね、まあ、毎回言ってるんですけど超溜め込んでますね。 SR ガチャチケットまだ7枚あって、補助券も29枚あってPSR 補助券が今ログインボーナスで手に入れたのでちょうど5になったところですね。でここら辺もあんまり使ってないんで、やっぱりね SR ガチャチケットとか、まあ、この補助券もそうなんですけれども、基本的にやっぱね本当に有能キャラが出てきた時に使いたいですよね。まあ、具体的にはまだ出てない人たちでいくと、まあ、ライチとか東条とかホムラちゃんとか、まあ、セッチャンとかですね。まあ、ここら辺がそのガチャのチケットで引けるっていうような状態になったら、まあ、ちょっと投入していこうかなと思ってます。というわけで、じゃあ今回は、パワープロの日高野菜ガチャですね。まあ、ちょっと SR で新キャラ的なものは、まあ、鮫島さんでしたけれども、まあ、サイガ君が出てくれたので、なかなかいい結果だったと思います。というところで、今回はこれで終了したいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。